ヒラマサを取ってから2日寝かせました。今から3枚におろしてお刺身を作ってみようと思います。今年初めてのヒラマサのお刺身です。こっちを今からお刺身にして、残りの半身は明日カルパッチョにしようと思います。結構ハラミが脂がすごいです。外で今すごい雨が降ってきました。すごい音。ちょっと窓閉めてこよう。この銀を残すのが結構難しいです。なるべく皮の方にちょっと気持ち歯を向けるような感じで、あんまりやりすぎたらでも切れちゃうけど、でなんかこう短く持ち直した方が綺麗になるような気が自分はします。時々こうやって様子を見ながら自分はやってます。どうかな、よいしょ、まあまあいい感じにできました。これは貝割れ、エビちゃんとアボガドとまたヒラマサ。
完成。ヒラマサのお刺身。よし、いただきます。じゃあもう一番脂が乗ったハラミのところ食べてみます。おいしい。脂のうまみというか甘さというかすごく濃いです。それでやっぱヒラマサ独特の香りというか青魚っぽい香りがして、これ今まで食べたヒラマサの中でも結構味濃いです。なんでかわかんないけどすごく味が濃い。またこの醤油とすごい合う。ヒラマサに乾杯。今まではだいたい春とか秋に海に潜ったらヒラマサをだいたいポツポツ見てたんだけど、今年は全然見ないなって思ってたんだけど、ようやくヒラマサを見ました。それでつけました。ただ毎年もっとでかいヒラマサも見るんだけど、なぜか今年は見てないです。潜る回数が少ないっていうのもあるのかもしれないけど、なんでかわかんないけどあんまり見てないです。今からだんだん気温が下がっていくけど、まだまだ潜れるから、またちょっと今までと違うやったことないようなこととか行ってないようなとことか潜ってみようと思います。